マーカス・ライトはアメリカ合衆国の元陸上競技選手である。1912年に開催されたストックホルムオリンピックの棒高跳びで銀メダルを獲得した。ストックホルムオリンピックのアメリカ国内最終予選でライトは当時の世界最高記録4メートル15センチメートルを飛んで史上初の4メートル大ジャンパーとなりアメリカ代表に選出された。 世界記録を保持していたにもかかわらず、IC4A 主催の選手権での優勝経験はなく、1912年の4位体と1913年の2位体が目立つ程度の成績だった。ストックホルムオリンピックの棒高跳びは、1912年7月10日、7月11日の日程で実施された。 11の国から出場した25人の選手は2つの組に分けられ予選通過基準3メートル65センチメートルの跳躍に挑んだ予選2組に出場したライトは3メートル65センチメートルで1回失敗したものの2回目の跳躍を成功して決勝に進んだ翌日の決勝には予選を勝ち残った11人の選手が出場した 決勝は3メートル40センチメートルから始まりこれは全員が成功した3メートル50センチメートルの試技で1名が脱落し当時のオリンピック記録に並ぶ3メートル75センチメートルでさらに3名が脱落した3メートル80センチメートルでまた1名脱落し勝負は3メートル85センチメートルまで進んだここで カナダ代表のウィリアム・ハルペニーがラボ骨を2本折ってしまい、担架に乗せられてフィールドから去っていった。3メートル85センチメートルの跳躍に成功したのは、いずれもアメリカ代表のハリー・バブコック、フランク・ネルソン、ライトの3人であった。 バーの高さは3メートル9 5センチメートルに上がり、バブコックだけが跳躍に成功して金メダルを獲得し、ネルソンとライトが銀メダル、ハルペニーを含む3メートル8 0センチメートルの跳躍成功者3人が銅メダルを獲得することになった。ライトはダートマス大学を1913年に卒業した。 1912年7月8日から1920年8月20日まで、棒高飛びの世界記録を保持していたが、1975年には、マサチューセッツ州リーディングで死去した。オリンピックアスリートボーンインシカゴ、イリノイ、ユナイテッドステートサーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、2012年5月4日、閲覧。 AB アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマーゲームズメンズポールボールターカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2012年5月4日閲覧アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマー ゲームズ、メンズポールボルトクオリファイングラウンドアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2012年5月4日、閲覧。ウィリアム・ハルペニー・オリンピックスアットスポーツレファレンス、ドットコムアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2011年8月21日、閲覧。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマー。 ゲームズ、メンズポールボルトファイナルラウンドアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン2012年5月4日、閲覧。olimpians-dartmoutsports.com2012 h 年5月4日閲覧。12th, IAAF ワールドチャンピオンシップスイングアスレチックス。 IAF Statistics Handbook Berlin 2009 2012年4月22日閲覧ありがとうございます。